こんばんは。あ、体調大丈夫です。すいません。ありがとうございます。こんばんは。これ、自分が、そう、肩かわいいでしょ、これ。お花がついてるんです。刺繍みたいなの。超かわいくない？これ。マジかわいい。そっか。音ヘチみたいになるのか。紫さん、かわいい。ありがとうございます。そう、かわいいんです。ボタンもね、超かわいいの、これ。超かわいいよね。お気に入りです。そう、イェイ。夏です。もう、早いことで。寝坊してないんです。本当にこれだけは誤解しないでほしいのが、寝坊はしてないんですよ。本当に本当にしてない。信じてください。ごめん先生さん、かわいい。ありがとうございます。じゅんさん、あじさい、ありがとうございます。本当にこれだけは言わせてほしいです。本当に本当に。布さん、似合う。ありがとうございます。 そうです。今日もね、今日のお話し会も初見の方が多くて、初見、初めましての方が多くて嬉しかったです。正義さん、くま、ありがとうございます。そう、嬉しかった。毎回毎回ね、初見の方が来てくださって嬉しいです。そう、初お話し会、こちらこそありがとうございました。ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。知名度上がってきてますね。嬉しい。なんか、なんだったっけ、さよならモーリーさんと、あと、チーム B 公演見て気になりましたって方がいたり。そう、嬉しかった。1枚15秒かな、それぐらいだよね。あっという間です。そう、なので皆さん、たくさんこれからも来てくださると嬉しいです。イシちゃんさん、ミラーボールありがとうございます。そう、今日ちゃんとメイクバチバチ。確かに今先行ったらつそうすぎる。レイダさん、さくらんぼありがとうございます。 B 公演ね、ぜひお話し会取ってください。本当に皆さんとお話ししたいです。なんでこんなに暑いの、本当にそれなすぎて。めっちゃいい天気だよね。でもいい天気だから、いい天気なのはいいけどさ、あまりに暑すぎてさ、ちょっと良くないよね。ちょっと嫌だよね。氷のさん、ハート役ありがとうございます。そう、あまりに30度超えでしょう。だって、そう、晴れはいいんだけど、すごく嬉しいことだけど、暑いよね。ちょっとどころじゃない、結構暑い。そう、まだね、なんかさ、この前まで結構さ、肌寒いぐらい寒かったからさ、ね、気温の変化大きすぎて体調悪くしちゃうよね。嬉しい。取って損しない。だって、ぜひまだ取ってことない方は撮ってみてください。いや、本当にね、前はこんな気温でソフトやってたからすごいと思う。マジで自分すごい。ね、マスク、暑い中ね、マスクは大変だなって思う。そうですね。ね、大変。
けしちゃうよね。リンもめっちゃ気を使ってます。もう絶対日傘してるし、日陰通るようにしたり、絶対日焼け止めはバチバチに塗ったり。そう、ねえ、7月前半は B 公演あまり出れない感じ。そうなんです、テストが終わるまではなかなか、そうですね、表には出ないです。表には出ない言い方もあれだけど、そう、最近ねいろんなところに出させていただいてたから、あれリミちゃん見なくなったなってなるかもしれませんが、テスト中だったりテスト前だったりするので、それはそうです。期末試験があって、そうなんですよね、そう、学業の方を優先させていただきます。そう、学生なのでね、高校1年生現役なので裏の世界で生きていきます。ちょっとの間、嘘タワー、間違えた、また待って、紫さん、ありがくまタワーありがとうございます。嬉しい、びっくり、唐突なくまタワー、かわいい、ありがとうございます。くまタワー、イエーイ。では見て、ホワイトボード綺麗になったんだよ。え、これそう、新品じゃない、綺麗になりました、ありがとうございます。そう、ママが綺麗にしてくれた。ねえ、綺麗でしょ。長崎さん、ありがくまたはありがとうございます、イエーイ。ありがとうございます。でもね、すいません、なんかすぐ消しちゃうけど、これは綺麗を保つためなので許して。そう、綺麗をね保ちたいのでね。ね、嬉しい、ありがとうございます。そう、さっきも勉強してました、私公共というね、なんか今年から新しく入った教科らしいんですけど、公共というものをしてました。もうね、覚えることはたくさんありすぎて、生物とかさ、歴史とか公共とかさ、副教科もそうだけど、ほぼ暗記じゃん。そう、公共ね、初めて聞くでしょ、公共新しく入ったんですよ。あと何が、なんかいろいろね新しくなったんです。歴史総合とか、そうそう、公共って今歴史みたいな、歴史とか社会ですね、社会です。簡単に言えば、おーちゃんさん、ハート役ありがとうございます。そう、簡単に言えば社会、情報もあります、情報、パソコンしてます、パソコンで、うん、パソコンの意味苦手すぎてよくわかんない。そう、そう、社会を細かく言うんですよ。公民とかはないです、わかんない、意味もね違いわかんない。今日はひゆかちゃんには会ってないです、会いたかった、部一緒かと思ったら全然違った、まさかのすれ違いでした。そう、パソコンやってます。
公民みたいな感じだと思うけど、なんでだろうね、何が違うんだろう、よくわかりませんが。キラリさん、ペンライトありがとうございます。この前の急遽出演した時の B 公演、一昨日のでもペンライトをね早速振ってくださってる方がいて、めっちゃ嬉しかった。そうめっちゃ、ゆきたんさんハートありがとうございます。めっちゃ嬉しかったんですよ、すごく幸せでした。ついにやけちゃうみたいな感じ。そうフォローしました、ありがとうございます。そうなんです、嬉しかったです。今度行ったらぜひね売ってください、待ってます。そうお弁当美味しかったです。そうなんかさ、目に見えてさ自分のファンの方だって分かるのはすごく嬉しいし、やる気も出ますよね。数学苦手そう、その通りでございます。はい、エキタンさん緑の丸ありがとうございます。そうね、急遽なのにね、びっくりした。得意は社会系、もう何で得意って言っていいか分かんないぐらい、分かんないけど。おーちゃんさん、だるまありがとうございます。だるま100個ありがとうございます。体育好きです、得意ではないけど好き、運動音痴なんです。常に結構ソフトしてて多分説得力ないけど、結構な運動音痴、そう結構な運動音痴。でも今バレエとダンスとマット運動してる、日によって違うんだけど、でも明日はダンスのテストです。怖、緊張しますね。テストっていう響きはあまり好きではない、苦手なのに、なんか好きだけど得意ではないかな。スタンスのテストです。なんか体育祭でやるダンスをしてて、今そのテストがある今の子さみんなダンス上手いから。でもそう今日さ嬉しいことがあって、あのマネージャーさんとお話ししてたら、すごい公演初日の時と比べて全然良くなったねって言ってくださって、えーってなって嬉しかったです。目に全然違うって言ってくださったんですよ。成長してる方、良くなってる方、良くなっててすごいねって言ってくださいました嬉しかったです、すごく。なんかもちろんファンの方からも言われるのすごい嬉しいし心に染めるんですけど、なんかさ身近っていうか、いつもサポートしていただいてるマネージャーさんからそういうことを言ってくださると余計ね嬉しい。本当ですか、上手くなってますか。でもなんか毎回毎回ちゃんと意識、いろんなことを意識してやるようにはしてますね。4回目ですね、4回目でした。そうマネージャーさん普段もお優しい方なんですけど嬉しいです、ね、うん。そう、褒められて伸びるタイプだって。そうなんですよね褒めていただけるのは嬉しいです。本当ですか、嬉しい。でもね、リミは今の課題点は歌だったり、ダンスももちろんなんですけど、
歌の方が結構課題だったりするから、そう頑張ってます。それに褒められて伸びるタイプです。そう、歌を頑張ります。公園での表情が好き。本当ですか。表情ね難しいけど、でもユニット2曲はそんな笑顔でする曲ではないから、ちょっといい感じに、そう頑張ってます。でもね、 B 公演のさ、ドル明けのさユニットって割とかっこいい系じゃない、ほとんど。あの天国野郎は面白いけど、そうだよね、そんな笑顔になるね、天国野郎ぐらい。ここでさマイクで結婚式を愛してるって超面白い、びっくりした。しかも初見だしだって笑っちゃう。ありがとうございます。初見でびっくり、予想以上にクーラの曲が似合う。嬉しい嬉しい。なんかこういうかっこいい曲もねしてみたいので、なんか残念少女とか可愛いから、可愛いけど、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっとごめんなさい、失礼だよね、笑っちゃってごめんなさい。いやなんか初見でさ、そんなふざけてますかって言いたくないいや嬉しいですよ、そういう気持ち、ありがとうございます。愛してるって、ありがとうございます。すいませんすいませんじゃない、嬉しいです面白いね、初見で面白い。おーちゃんさん結婚してありがとうございます面白いや照れるでしょ急にさね、唐突すぎて、そんなこと言われないから面白すぎ。よしふみさんハートありがとうございます。かのぽさんもハートありがとうございます。面白い。そうで、まだレミ15歳なので、あのあれ18歳にならないとね結婚できないんで、ちょっとごめんなさいという感じで、はい、まだ成人じゃないので未成年なのでねダメなんですよ、はい、うん、あと2年ですね、16になる代なので。そうですね、本当はさちょっと前まで16歳からだったけど法律が変わったので、はい、18歳からなんでちょっとまだレミにはね、レミは結婚できる年ではないのでね、3月まではねたんですけど、3月までは16だったけど そうです、今日は日曜日か。じゅんさんダイヤみたいなのありがとうございます。日曜日ですね、週末ですね。皆さん今日はどうお過ごししましたか、どうお過ごししましたか。残念少女めっちゃ話変わっちゃってる。残念少女のかっこよさもある気がします。確かに
残念少女ね、可愛い曲ね、なんだろう、衣装超可愛い、ね、そう、あ、いいですね。レニはお話し会終わって勉強、あ、ね、お昼寝してお勉強して今に至ります。ガラケーとか初めて見たとし、それはない、初めて見たってわけではないけど、なんだろう、ママとかはさ、昔はガラケーだったから、そう、まあ、そんな親しみがないってわけではないけど、自分が持つのはそんな滅多にないから、そう。三つ高さん、ハートありがとうございます。来週のドラケケは出ません。テスト終わるまで、あの、どこにも、どこにも今のところ何もないです。テストが終わるまでは表には、表っていうか公園とかには出ませんね。確かにね。ワンタンメンさん、かわいい、ありがとうございます。テスト、初めてのテストなんでね、高校入って頑張ります。でもなんか覚えることありすぎて、もう何からしていいか分かんないよね。そう、最初のテスト肝心なのでね、頑張りたいと思います。中間なかった。そう、テスト終わったらお友達とね、遊びに行こうっていう約束をしてるので、それを楽しみに頑張りたいと思います。高校のテスト、でもなんかちゃんとテスト対策とかをしてくれるからすごくありがたい。でもめっちゃ高校になって小テスト増えたかも。もう小テスト三昧レベルで小テストしてる。テスト前とかは特に。あ、今日、あ、めっちゃさ話変わるんだけどさ、今日の9時21時45分からは私があのカンブリー番組を持たせていただいてる今時ハイスクールの放送日となるので、皆さんぜひ聞いてください。切実にお願いします。トントントンって感じで、はい、聞いてください。感想や質問をアプリとかツイッターのハッシュタグ今ハイとかで投稿してくださると嬉しいです。見てますので、たくさんの投稿お待ちしております。ちょっと今見てみよう今見てみよう。そう、嬉しいことにね、あ、劇場にポスターが貼ってあるんですよ。そこにサインをさせていただいたので、劇場に行った際はぜひ見てみてください。そうです、嬉しいね。なんかすごい嬉しかった。嬉しい、たくさん。すごい嬉しい、たくさん書いてくださって。いいですね、嬉しいです。皆さんツイッターもだし、あのアプリ BSS アプリからも募集していますので、見てください。ぜひ鳥取県での仕事が増えて嬉しいです。私はそう待ってます。アプリもね、そうです。レミちゃんが自分でサインしたの、それはそうですよ。誰がサインするの他に。いや、え、怖くない？違う人がサインした。そう、公演終わってから
書きました、書かせていただきました。いや自分で書いてますよ、あもちろん、はい、ちょっとね、やばくない3位やばい、なわけないですよ、自分がしました、ちゃんと。そうだよ、自分以外だったらもう落書きになっちゃうからね、法に関わっちゃうそれはそれで、はい、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーいるのかな、レミのドッペルゲンガー、いや分からないですね、そうマレキュー行きたかったんだけどタイミングが全然合わなくて、でも今日までなんですよ、行きたかったです、本当になかなか行けなくて、そう、カメさん、アジサイありがとうございます、でも皆さんの一定報告嬉しかったです、ありがとうございます。そうなんですよ、ね、今日までだからまだの方はぜひ今からでも遅くない、多分何時までか分かんないけど、そうです、ほうこさんハートよくありがとうございます、みずさんもハートありがとうございます、かのぶさんペンライトありがとうございます、ペンライト、ゆずさんハートヤックありがとうございます、ひゆかと結婚して何今日何ひゆかと結婚してだって、ひゆかはね仲いいけど、仲いいけど結婚という感じ面白い結構面白い、ベアベアさんだるまありがとうございます、ね、それはちょっと違うよね、ちょっと違います、ひゆかと会いたかったな、今日会えなかった、悲しい確かにひゆかちゃんの気持ちはね聞かなきゃ、そうだ、にしちゃんさんだるまありがとうございます、いっささんダイヤモンドみたいなのありがとうございます、そう会えなかったんですよ、ピーさんありがとう、ありがとうございますゆきたんさん結婚してありがとうございます、おとといドラキ公演で初レミちゃんしました、嬉しい、やった初、初です、嬉しい、一応憂鬱です、そうですよね憂鬱だよね、でも月曜日また楽しいを更新しましょう、日に日に何か楽しいことを見つけて徐々に月曜日も楽しくなるぞっていう気持ちで頑張りましょう、共に頑張りましょ う、 そう、今日はおだえりさんと会えたんですよ、あのロングの代理さんに会えたんですよ、嬉しかった、めっちゃ可愛かった、いや可愛いっていうよりは
超美人でした。美しかったです。そう、偶然です、本当に偶然。そう、ツイッター見ててめっちゃ可愛いって思って、そう、ロング会いたかったので、ロングの代理さんに。嬉しかったです。やったー。お綺麗でした。美しかった。めっちゃ嬉しそう。嬉しかったです。くとめちゃんが卒業する前にコラボ配信してほしいのはぜひしたいです。伝えといてください、くとめちゃんに。ぜひぜひ。ショートさん、だるまありがとうございます。あ、私インスタ投稿したので皆さん見てください。ネミのインスタはおしゃれに頑張ってます。徐々にね、日に日にフォロワーさんも増えてて、あと2368人で1万人達成するので、皆さん拡散お願いします。まだフォローしてない方はフォローしてください。そうなんですよね。そうなんですよ。そうです。外こね、できるだけ頑張ってるというか。でも投稿したい写真を投稿してて、そう、頑張ってます。確かにスカートで短めが好きというか、なんか若いうちにたくさん足を出そうと思ってスカートをよく履いてます。早速インスタフォローしたよ、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。なんかこれおしゃれじゃない、今日あげたし。嬉しい、友達に紹介しました、嬉しい。お願いします、皆さんフォローお願いします。そうです。めっちゃね、もうダメだ、話がね変わりすぎて。足に自信あるんだ。いや、別に自信あるわけではないけど、逆に足を出して、ね、なんだろう、モチベというか、今なんだろう、太いから出せるように頑張ろう精神的な感じです。わざと出して自分の意識を上げる的な、そう感じ、むしろね、意識を上げるために頑張ってます。そう、見られてね細くなるというのもあるんで、最近ねダイエット頑張ってます。そうなんです、とあるね。そう、見られたらさ意識って上がるじゃない。出した方がね痩せるんですよ。そう、今お腹空いたな。あ、意識高い、ありがとうございます。なんか部分痩せをしてる、部分痩せ。何を話そうとしたっけな。あ、そう、すごいねみ、お友達からめちゃくちゃツインテールが好評っていうか、めっちゃツインテール好きって言われるんですけど、皆さん何の髪型が好きですか一体。でも最近
や公演とかイベントとかたくさん出演させていただいてたから、いろんな髪型に挑戦しようと思っていろんな髪型をしてたんですけど、どうですか？そうめっちゃ話した。いやね、いろんな話をしたいから、ね、スパンよくね、スパン、うん、嬉しい。ポニーテール、ツインテール、ポニーテール、ツインテール、アフロ。なるほどね、ポニーテールがまあコーンロー、コーンローやったことない。あ、デコ出し結構、あ、さ、おろしね、公園とかでおろしをしちゃうと超暑すぎて、ね、超汗っかきだから向いてないんですよ。だけどデコ出ししてあい、おろすのは良さそう。高めツイン、あ、人気ですね。サイドポニー、あ、人気、サイドポニー人気ですよね、わりかし。そう、クマさんしましたね。なるほど。ドリームポニーテールはね結構安定でしてるかも。おでこはドキッとした、嬉しい。あ、そう、ハーフツインもね人気。なんか若い女性のマネージャーさんがいるんですけど、そのマネージャーさんからもハーフツインめっちゃ可愛かったですって言ってくださって嬉しくなった。嬉しくあ、七三分け、あ、なるほど、お団子、なるほどね、お団子も結構人気ですね。だってここにさ喉にマイク当てたら、ちょっと一回やってみます。音フェチ ASMR めっちゃ聞こえますか？どう？すげー、いけるやば、 ASMR やってみました。あ、皆さんこんにちは、 AKB48 の知名とチーム PK 人の徳永レミです。よろしくお願いします。チャカチャカチャカチャやば、変人じゃん多分確かにそう、でも ASMR やってみたい。なんかチキンとかしてみたい。そうです、ASMR、 そうですね、寝起きドッキリは絶対嫌だ。え、割と謎、マジ。でも ASMR 流行ってるよね、なんかずっと流行ってる気がする。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。石由美さん、ハートありがとうございます。そう、咀嚼音あれやばって、結構口癖かも、レミ。めっちゃとか超やばいとか超嬉しいとか言っちゃうね、え、口癖なんですよ。てかあれ、そう、メール取ってくださってる方は分かると思うんですけど、本当に話変わりすぎて大丈夫ってなっちゃうんですけど、まさかの席が一番前だったんですよ、俺に。本当に超びっくりして、本当にえってねえ、やだ、一番前本当に嫌なんですけど、やばくない？うん、一番前さあ、すごい、もう緊張しちゃうよね、しんどい。
ね、配信見てるのかな。怖いよ。絶対嫌だ。でもど真ん中ではなかったんだけど、ど真ん中の横でした。フロント、フロントらへんです。フロントにいます。レミナイスじゃないよ全然。センターではなかったですね。フロントなんですよ。そう、一番前嫌だ本当に。フロントメンバーなんですよね。うん、友達が近くにいてよかった。でもそうゼロズレ1ぐらいにいます。1ぐらいに1列目のフロントなんです。立ち位置ならめっちゃいい方なんだけど、 席で言うと結構最悪。センターじゃなかったのは本当にね、ちょっと嬉しいですね。最前の土線は結構席替えのねあれだと。そうね、でもまあ勉強に集中しろってことですよね、きっと。仲いい子いなかったら周りに、結構やばかったけど、仲いい子いたからよかったってのもある。プリント後ろに回してます。集中おしゃべりしてないですよ。めっちゃ真面目、めっちゃ真面目、真面目です。ついにレイオフロント面です。この例え方やばいね、面白い。でも割と見られてない感じする。生物の先生とはめっちゃ目合うけど、気まずってなる。そう、めっちゃ目合うけど絶対寝れない。ね、本当に当てられることが怖いよね。そう。一番後ろは逆に見られるんですよ。生物の先生からのレス羨ましすぎ。あ、ポジティブに、ポジティブにね。そう、やばすぎね。え、まあ集中できていいですけど。ではそろそろいい時間になりましたので、ランキングを読みたいと思います。13位かほさん、ありがとうございます。12位コペルさん、ありがとうございます。11位ジェミーさん、ありがとうございます。11位ユキタンアットマークささやき声で大好きって言われたいさん、ぜひお話し会来てください。ありがとうございます。9位マサヨシアットマークレミタオシさん、ありがとうございます。8位ニシちゃんさん、ありがとうございます。7位みかんさん、ありがとうございます。6位おーちゃんレミ組エミタンの笑顔が大好きさん、ありがとうございます。5位ワンタンメンさん、ありがとうございます。4位カメさん、ありがとうございます。3位ごめん先生アットマーク結婚してかっことは言えませんさん、ありがとうございます。2位レイドさん、ありがとうございます。そして1位は紫アットマークレミ組徳永レミタンさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。ではマキレミー。41位資料アットマーク神宮美香ハートミカルーム YouTube 登録ペコさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いては72位コウトキさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ではラスト95位ヤマさん、ありがとうございます。おめでとうございます。では今日もありがとうございました。では
クショ。何がいいですか？じゃあラスト、無言無言でギャルビー。皆さん今日もありがとうございました。では明日から月曜日ですが、共に頑張りましょう。ではバイバーイ。ありがとうございました。またね。バイバーイ。